ここは3号艇石川の動きに注目。スタート展示では2コースと3コース定番入れ替わっての3対3と分かれていました。ボートレース三国、道の駅三国、ふれあいパーク三里浜杯、6日間で行われてきましたシリーズも残すは頂上決戦、優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇浜崎正則、2号艇入見敬意、3号艇石川真嗣、4号艇佐藤大輔、5号艇溝口美希也、6号艇石塚久也、以上のメンバーです。すでにインコースには構えています1号艇浜崎正則、今節はここまで6勝、準優勝戦ではトップスタートを決めて逃げて1着、絶好枠で登場です。本番でも2コースに3号艇石川真嗣、抜群のピット離れから妥協なきコース取りを今節も披露しました。今年初 V を目指す一戦です。2号艇入見敬意は3コースです。強気なレースは今節も健在でした。ここまで6勝マークしています。4コース角に4号艇佐藤大輔、これでトーチは3節連続での優出。5コース5号艇溝口美希也はこのレースピストンリング2本を交換して登場です。6コース6号艇石塚久也は準優勝戦は大混戦の2着争いを制しました。ここも勝負強さを見せるか注目が集まります。1号艇浜崎人気の中心、進入はインから1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。5号艇の溝口好スタート、3号艇の石川もいいスタートを切っています。逃げの体勢を作ります。1号艇の浜崎、まくりに行った2号艇入見、内から刺すのは3号艇の石川と4号艇の佐藤ですが、押し切ったか1号艇浜崎正則先頭、3号艇の石川、内から4号艇佐藤、外には2号艇入見、3艇並んで、あとは6号艇石塚内、外には5号艇溝口。スタートは正常でした。先頭1号艇浜崎正則がこれから一周にマーク旋回、4号艇佐藤に内から6号艇石塚、握った2号艇入見、最内3号艇石川も先頭は独走です。1号艇の浜崎5艇身6艇身突き放しました。2番手争いは3号艇石川内、外には2号艇入見、4号艇佐藤、間から追走して2周1マークへ向かいます。2番手争いですが、内から3号艇の石川、外それを握ってかわす2号艇入見、切り込んできますのは4号艇の佐藤です。2番手3号艇の石川間に、外は2号艇の入見、内から迫っていくのは4号艇の佐藤、この3艇の2番手争い、あとは大きく水が空いて6号艇石塚、5号艇溝口です。2番手争い、内から4号艇佐藤、相当前速線2号艇の入見がかわすか、内小さく回って3号艇の石川です。前速線2号艇の入見、内入見が外、内からは3号艇石川、この2艇の2番手争い、離れて4号艇佐藤は4番手に交代で最終周回です。先頭はしっかりとインから押し切った1号艇の浜崎、注目の2番手争いは3号艇の石川が先前、今度は内を突く2号艇の入見です。並ぶ2号艇入見、外は3号艇石川、この2艇の2番手争いは最終ターンマークまで続きます。およそ1年半ぶり、通算では5度目の優勝に向かいますのは1号艇浜崎正則、これは独走、2番手2号艇の入見が先に旋回、引いて切り込んだ3号艇石川を振り切りまして、2番手は2号艇入見が取り切って、上位体系は1-2-3、先頭1番浜崎正則優勝の5輪、2番手2番入見が5輪、3番手3番石川が5輪、4番佐藤、6番石塚、ラストは5番溝口が5輪です。